龍ヶ崎線は茨城県龍ヶ崎市の佐抜駅と龍ヶ崎駅を結ぶ関東鉄道の鉄道路線である。JR 常磐線と接続する佐抜駅から東南東へ向かい、龍ヶ崎市の中心市街地へと伸びる全長4.5キロの路線である。線形は各駅付近を除き直線である。1954年の町村合併により全線が龍ヶ崎市内となっている。 関東鉄道上層線と同じく非電化、内燃動力の鉄道路線で全線単線かつ途中に列車交換施設を持たない。学校の休業時期を除く平日朝の列車が2両編成となる以外、ほとんどの列車が1両で運転されている。沿線途中は農村地帯で田園風景が広がるもののローカル線的性格ではなく定期通勤者を中心とした。 利用状況となっている。一方、需要の多い龍ヶ崎ニュータウンや、流通経済大学の輸送はもっぱら、関東鉄道の路線バスに委ねており、本路線は1日数千人程度の小規模な輸送に特化している。また、平坦な土地であることも影響して自転車通学など、自転車とも競合している。混雑時間帯を除き旅客運賃のみで自転車を、 そのまま列車内に持ち込むことができるようになっている。2009年3月14日より IC カードパスモを導入し、全駅にパスモスイカ専用の簡易改札機が設置された。ただし、関東鉄道の鉄道路線は交通系 IC カードの全国総合利用サービス対象外である。関東鉄道の源流としては、最古の会社である1898年設立の 龍崎馬車鉄道、後の龍崎鉄道を前進とする。当初馬車鉄道として計画されたが、輸送力を確保するため、蒸気軽便鉄道に変更し、区間も不設免許取得時は、藤城龍ヶ崎間であったが、費用の削減のために起点を湖海側に加強する、必要がない佐野木に変更して建設した。1900年の竜崎鉄道開業と同時に、日本鉄道は乗り換え駅として、 佐抜駅を開設した。なお、計画区間であった藤城方面には直営の路線バス龍ヶ崎取出線が2020年時点でも運行されている。1944年に鹿島三宮鉄道の路線となり、上層筑波鉄道との合併で関東鉄道の路線となった。旧鹿島三宮鉄道で唯一現存する鉄道である、全列車ワンマン運転の普通列車で、 列車交換はなく一編成の列車のみが、佐抜駅、龍ヶ崎駅間の全線を行き来する。区間運転、他路線への乗り入れはない。5時25分23時23分の間、毎時2本程度で1日41、往復運行されている。他社幹線から枝分かれする短距離路線の性格上、等間隔ではなく、佐抜駅での JR 常磐線接続を考慮したダイアグラムとなっている。 東京方面との接続が重視されており、佐ヌキ行き列車は東京方面行きの列車に、おおむね4分前後で接続するように設定されており、特別快速列車に乗り付ける場合は、龍ヶ崎駅から東京駅までちょうど1時間で到達できるよう、工夫されている。佐ヌキ龍ヶ崎駅間を利用する乗客が、全体の90%以上を占めており、かつ、 接続路線との乗り継ぎ利用が多く、典型的な培養線となっている。2018年度の混雑率は21%となっており、ピーク時1時間の輸送人員168人は、キハ2000系機動車2両3本の座席数に満たない状況となっている。龍ヶ崎線の近年の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。龍ヶ崎の近年の収入実績を下表に記す。表中最高値を赤色で最高値を記録した年度以降の最低値を青色で最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。最混雑区間は龍ヶ崎駅。 佐野木駅片側3度足を基本とし、すべてステップ付きとなっている。各駅のホームは、龍ヶ崎方に向かってすべて右側に設置されているため、龍ヶ崎方の運転台は乗務員が乗降の安全確認を行いやすい、進行方向右側に設置されている。ワンマン運転対応であるが、長らく無人駅は、途中の入地駅のみであったため整理券発行機 運賃箱等の設備はない。532の一両が在籍。元国鉄キハ2 0系機動車の走行装置を流用し、車体申請した車両である。1981年12月竣工。キハ3 1 0系、a 0型と同様に、新潟鉄工所製で、前面が切り妻三枚窓の貫通扉付きでよく似ているが、 側面は片開き3ドアかつステップ付きとなっている点が異なる。登場当時からワンマン運転対応となっているがワンマン表示器以外に目立つ専用装備は存在しない。これは運行区間が短いことによる特徴で容量増設が必要ない燃料タンクも走行装置と同じくキハ24タンクをそのまま流用している。キハ310型と異なり、 全消灯の位置変更や方向幕の設置工事は行われていない。乗務員室は全室構造である。客室ドアはホームのない側にも非常用として設置されている。現在では第1.3土曜日と第2.4日曜日の9時台から14時台に定期運行され、運転予定が公式サイトで発表されている。2 0 1 2 0 0 2の2両が在籍。 1997年新潟鉄工所製の自社発注車。上層線配置のキハ 2100K シリーズと同様に、側面は両開き3ドアだが、ステップ付きとなっている点が異なる。乗務員室は完全な半室構造となり、乗務員室扉はホーム側にのみ設置。反対側は小窓が設置されており、仕切りもないため全面展望が可能。客室ドアは、 ホームのない側にも非常用として設置されている。ありがとうございます。